アルフレート・デーブリーンはドイツの小説家。デーブリン、内誌はデブリンとも表記される。プロイゼンのシュテッティンの仕立て屋の家に生まれる。両親は共にポーゼン出身のユダヤ人。10歳の時父親がアメリカへ出奔したため、残された家族は経済的苦境に陥り、親戚を頼ってベルリンに移った。1900年からベルリン及び、 フライブルクの大学で医学を学ぶ。卒業後、レーゲンスブルク近郊の精神病院で助手を経て、1911年より1933年まで、ベルリンの貧民街で精神科医院を営んだ。早くギムナジウム時代から創作を始めており、1910年には、ヘルバルト・バルデンらと表現主義の中心的雑誌、嵐の創刊に携わった。 1913年には表現主義の先駆的な短編、タンポポゴロシを発表している。もっともデイブリーンの本領は長編小説にあり、18世紀中国の革命運動を扱った王林の三長約30年戦争を扱ったバレンシュタイン未来小説山、海、巨人、ベルリンの仮想社会を舞台にした都市小説の代表作、 ベルリニアレクサンダー広場、南米の植民地時代を描く三部作、アマゾン川など、弱者の立場に立ちながら多様な主題を扱った作品を発表した。デイブリーンは、ジョイスのユリシーズやドスパソスから影響を受けており、内的独白やモンタージュ的場面構成など様々な技法を試みている。1933年にパリに亡命。 フランスの共産主義者たちと交流し、この体験をきっかけに四部作、1918年11月を執筆、この後カトリックに改修した。戦後一早くに帰国し、バーデン・バーデンのフランス軍西部文芸部長となり、西ドイツで文芸誌、金の門を出版するなど、文化的復興に尽力、1956年には、家族、心理小説、ハムレット、 あるいは長き夜は終わり手を発表しているが、戦後の祖国には、彼の活動はあまり受け入れられず失意のうちにこの世を去った。ありがとうございます。